それでは、時間になりましたので、本日の第2部の方を始めたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですかね。はい、第2部の方の司会進行を務めます、本学会の専任の三原です。よろしくお願いします。第2部は、江口清子さんに、BJET 日本語教育プログラムにおける教材開発と日本語教育的課題、日本語教育このままでいいのという題目で、先ほど一部でアラムさんの話も出てきましたけれども、BJET という JICA の技術協力プロジェクトの一環として始まったバングラディッシュ ICT 人材向けの日本就職をターゲットとしたトレーニングプログラムの日本語教材開発と教育実践を中心にお話しいただこうと思います。その前に発表者の江口さんについて簡単にプロフィールをご紹介いたします。江口さんですけども、現在大阪大学の大学院言語文化研究科で、ハンガリー語教育をされています。略歴ですけども、清新女子大にて、日本語日本文化を専攻し、卒業後すぐ青年海外協力隊日本語教師隊員として2年間ハンガリー共和国にて活動されていました。帰国後、外国語大学の大学院の博士前期課程でハンガリー語を専攻され、在学中にハンガリー政府奨学生としてハンガリー科学アカデミー言語学研究所に留学され、帰国後は神戸大学の大学院の博士後期課程に進学されております。2007年に博士号を取得ということで、在学中から国内の高等教育機関で日本教育およびハンガリー語教育に従事されてきました。2014年から2017年は UAE、アブダビ、それから2017年から2020年はバングラディッシュのダッカに赴任し、日本教師として活動されてきました。2021年4月より現職ということです。ご専門は、言語類型論、語彙意味論、第二言語習得、外国語教育、ハンガリー語学ということです。主要論文と著書についてはそこに書いてあるものをはじめ多数ということを伺っております。それでは江口さんの方にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、すごくご丁寧にご紹介いただきまして恐縮ですが、これから発表を始めさせていただきます。こちらからスライドを共有させていただきます。映っておりますでしょうか。はい、ただいまご紹介いただきました江口清子と申します。いろんなことをやっていて、現職はハンガリー語の教員なので、なんでハンガリー語の教員が日本語 教育の学会にっていうふうに思われるかもしれませんけれども、プロフィールの本当に最初の方でご紹介をいただきましたように、もともとは日本語教育を専門にしておりました。で、本日はこのような機会を賜りまして、本当にありがとうございます。特に世話人の皆様には事前の打ち合わせを含めて準備段階でいろいろとお世話になりました。改めてお礼を申し上げます。で、今日の発表は表向きは私が前職で3年間携わった特定のプロジェクトの報告というふうな形をとりますが、実際はこの学会の前回、3月の時の例会で佐久間先生がお話しくださった内容が皆さんご記憶にあるかと思いますけれども、そのお話へのオマージュとでも申しましょうか。副題として日本語教育このままでいいのっていうのをつけましたけれども、皆さんあまりちょっと面と向かって考えたくはないような課題だとは思いますけれども、それについてちょっと話題を提供して皆さんと一緒に考える機会になればと思っています。というふうに申しますのも、もう30年近く前の話になりますけれども、私は佐久間先生に教えをこい、それの大きな影響を受けた学生の一人です。で、今回この学会でお話をさせていただこうというふうに思ったのは、先日先生がお話しくださった内容っていうのが、30年前に私がキャンパスで伺ったものとほぼ変わってなかったっていうことにすごく衝撃を受けたという事実があります。
で、つまりそれは30年もの間にこの業界にほとんど進歩が見られなかったということを意味するのだと思います。で、私自身これまで実に多くの先生方あるいは先輩方にお導きをいただいて、研究は確実にこう日進月歩で進んでいるっていうことを知っているんですけれども、結局その尊敬すべき先達たちのお仕事がこの業界では、正当な評価を得られていないっていうようなことなんだと思います。でそれは非常に嘆かわしいことなんですけれども、嘆いてばっかりもいられないので、良い仕事をきちんとこう後世に伝えていくっていうことが、これまで私がお世話になった先生方への恩返しであり、また私の使命であるというふうに考えています。で、何かテーマがあった方がこの発表の後のディスカッションにつながるのかなと思いますので、ちょっとテーマとキーワードを用意してみました。で私が日本語教育に携わる上で常々ちょっと思っていることがあるんですけれども、それは日本は本当に先進国なんだろうかっていうことです。でそれを考えるためのキーワードとして、日本語教育でコミュニカティブな日本語教育っていうふうに、一般的に言われていると思いますけれども、それは一体何なのかっていうこと、あるいはそれを本当にやってるのかっていうようなことと、もう一つは国際協力としての日本語教育っていうものは何なんだろうかっていう、それを実践するにあたって どんな問題があるんだろうか、そういったようなことを考えていきたいと思います。でちょっと話がそれるんですけれども、皆さんこの人ご存知でしょうか。この人新しい生活様式の中で手洗いということが励行されてますけれども、手洗いが病気を防ぐ最も効果的な方法の一つであるっていうことを発見したハンガリー人の医師なんです。で1840年代のヨーロッパっていうのは、出産した女性が産褥熱って言われる病気で亡くなることが多かったんですけれども、セメルベイズはその原因を探る中で手を洗うっていうことの重要性に気がついた人です。でただその手洗いを勧められたお医者さんたちは自分たちが原因だっていうふうに非難をされていると思って、セメルベイズの主張はなかなかこう学会で受け入れられずに、そのためにこの画期的な当時の画期的な発見っていうのは当時の医療の世界では認められなかった。で、セメルベイズは不遇のまま亡くなったという逸話があります。でこの逸話に基づいて科学界では既成概念を覆すような発見に対して反射的に拒絶反応を示すようなことをセメルベイズ反射というふうに呼んでいるんだそうですけれども、学問に携わる私たちとしては、自分がこのセメルベイズ反射っていうのを起こしていないかっていうことに常に敏感でなければならないと思っています。で、今日私が話す内容、あるいは先ほどアラム先生がご紹介くださったお話の中にも、私たちにとって不都合な事実がたくさん含まれていると思います。ただ、そういった事実からこう目を背けるのではなくて、少し足を止めて一緒に考えていくというような機会になればいいなというふうに思っています。前置きが長くなりましたけれども、発表の本題に移りたいと思います。今日の発表の構成はこのように考えています。簡単に PZ というそのプロジェクトなんですけれども、その概要についてまずお話をして、今日はそこで使った日本語教材っていうのは手作りの教材なんですけれども、それの中身をまず 2点目のところでご報告して、3点目のところで、どういうふうにその教材を作ったのかっていうプロセスについてお話をさせていただきます。で、最後に課題を前置きのところでシェアさせていただいたような観点から、ちょっと皆さんにディスカッションしていただけるような形で提供したいと思います。では1点目のところですが、BZ についてお話をします。
でこの人はミルザ・プランゴンさんという方で、BZ の修了生なんですけれども、もちろんバングラデシュ人 ICT のエンジニアです。で現在は東京にある日本企業で働いているんですけれども、転職をしたっていう話を聞いて、先日、久しぶりに連絡をしてみたところ、いろいろと興味深い話をしてくれました。でこれ話ができたのがつい先日の6月2日なんですけれども、ちなみにこの日は彼の転職2日目だったそうです。で非常に示唆に富んだ内容だったので、今日の発表は彼の話を軸にちょっと話を組み立てさせていただきました。まずは彼が転職をした理由とか、その契機について話した部分についてお聞きください。応募していろんな面接もいっぱい受けましたけど、結局その、エージェントを通してもらいました。結局、やっぱり自分がやりたいことをできないと日本に来る、理由もちゃんとなくなっちゃうから、そこは、BZ にいるときは話したかどうかは覚えてないですけど、そのなんとか人間の人類 の, その生活が大きく変わるプロジェクトに参加することが、それは個人の人生の目的です。それがどうやってたどり着くのかまだ分からないですけど、それできたら、いいなと思って、ですからその人類の人生を変えられるぐらいの希望の、プロジェクトをやっている、会社にいないといけないですよね。それがあるとしたら、その1ステップちょっと日立ハイテックに入ったのも、一段としては、取りましたってことですね。次はどうなるか分からないですけど、はい。今のプランゴさんは BZ の第4期生なんですけれども、という方は日本語の学習を開始したのは2018年の11月、なので、日本語学習歴はこの時点で2年半ほどです。でちなみになんですけれども、去年の12月に JLPT の N2 に合格したということを話していましたが、本当は7月に受験する予定だったのがコロナのため受験できなかったということなので、もしかしたら学習開始から1年半ほどで N2 に合格してた可能性もあります。でこの後の話で、彼は JLPT のために特に何か勉強したっていうことを思い起こしてみると漢字だけだったっていうような話を続けてくれてるんですけれども、私もここで強調したいのは、彼が JLPT をゴールとして学習したのではないという点です。学習を始めて2年半の学習者って考えると、すごくフルエントに話をしているっていうことは見ていただけたんじゃないかなと思います。さて、そんなプランゴンさんも学んだ BZ なんですけれども、どんなプロジェクトだったかっていうことを概要をお話ししたいと思います。BZ っていうのはバングラデシュ・ジャパン ICT エンジニアーズ・トレーニング・プログラムの略で BZ というふうに名前を付けたそうです。で、JICA の技術協力プロジェクトの一環として、2017年11月から2020年10月まで3年間行われたバングラデシュ ICT 人材向けの日本就職をターゲットとした短期研修のプログラムです。で、研修ではビジネスマナーや ICT の授業も行われましたが、主軸は日本語教育でした。なので、ここのあたりですね。日本側からは JICA で、バングラデシュの側からはバングラデシュコンピュータカウンセルっていうところが、カウンターパートとして一緒にこのトレーニングプログラムを実行するという作りになっていました。で、こちらでご紹介しているのは JICA の月刊広報誌ムンディで、そこでも取り上げていただきましたし、現地のメディアにも、ここは本当に一部ですけれども、たくさん取り上げていただきました。日本でも、宮崎のテレビ局は本当にしょっちゅう宮崎で修了生が就労した様子なんかを報道してくださったり、全国版でもいろいろ取り上げていただいた
こともあります。まあ、すごく注目していただけたプロジェクトであったのは間違いないと思います。で、研修生の選抜なんですけれども、誰でもどうぞいらしてくださいというわけにはなかなかいかなくて、まあ、ものすごい数の応募があって、それを絞り込むっていうプロセスが必要だったんですけれども、先ほどのアラム先生の、話の中で第9期っていうふうにありましたけれども、まあ、ちょっと第9期の部分っていうのはコロナの影響もあって当初予定してた形ではできなかったので 1から8バッジまでのものをここに数字で挙げてますけれども、最初を除くと、まあ、4000とか、まあ、すごい数の応募がありました。でも実際私たちが受け入れることができるのは、まあ、1回に40人とかそういう規模なので、大変な時はここですね。ここが一番倍率高いですけれども、まあ、100倍を超えるような倍率での応募がありました。でそのような形で応募があったのは、もともと Facebook あるいはまあ現地 の大手の求人媒体なんかを利用して広告を打っていて、それに対して応募がこれぐらいあったということで、書類でまず選考してっていうふうにいくんですけども、書類で振り落とすっていうのは、まず ICT をちゃんと専門としているのかとか、あと大卒なのかっていう、今後その後就職して日本への就職が決まった後にビザ発給とかいうプロセスが、まあ、すぐ巡ってくる可能性があって、その時にその基本的な資格がないとまた振り出しに戻っちゃうっていうようなことにも鑑みて、書類ではそのあたりきちんと専門性を持った人なのかっていうようなところを見ていました。で筆記試験でもコーディングをテストしてちゃんと技術者としての知識があるのかっていうのを見ていたそうです。このあたりまではもう現地のスタッフがすごい数をさばいてくれていて、で一次試験でようやく日本人の専門家でアドミンを担当してたものがこの一次面接を担当していて、この段階でようやくこちらが用意した履歴書のフォーマットに沿った履歴書を提出してくれるのかっていうようなことを見たりしてたそうです。で、この4期からは少し私も関わるようになって、このあたりからこういったことを導入するんですけれども、ひらがなをこの一次面接にパスした人にはひらがなを覚えてきてねっていう風な連絡をして、まあ、3日ぐらいしかないんですけれども、このひらがなを全部覚えてきて書けるようになってきてるのかっていうようなことを見たりもしていました。で、最終面接にこの4期から私も同席するわけなんですけれども、まあ、1期から3期までを通して日本語学習に、まあ、教室活動にちょっと影響が出るような学習者が入っていたこともあり、そのあたりをちょっとスクリーニングさせてもらうということをしました。一つはその ひらがなのタスクみたいに、まあ、やれば結果が出るようなことをその時間内にきちんとやるのかっていうような時間管理能力だとか、あとはまあ短期集中のコースだっていうことがあるので、こう識字とか聴解とかそういうことにディサビリティがある場合にはやっぱり学習環境として向かないので、そういう方はちょっとご遠慮いただくとかいうあたりを見せていただきました。あとは面接ですので、そこでコミュニケーションの能力なんかを見せていただいて、最終的にこの人数に絞るというようなことをしていました。なのでまあこの後見ていただきますけれども、すごい高いパーセンテージで日本円就職を決めているんですけれども、それはその前段階としてここで私たちのところでスクリーニングを行っていたっていうのは一つ大きな要因としてあると思います。で先ほどのプランゴンさん実はここにいるんですけれども、これ第4期の学
週、第4期が終わったその日の朝にみんなで撮った動画です。私たちは ICT エンジニアです。理解が分かるわけです。日本で働くために3ヶ月日本語を勉強しました。もう簡単に日本語で話せるようになりました。理解はとても大事というふうに、まあ、いわゆるエンジニアから想像するのとちょっと違うような明るいキャラクターでみんな楽しく3ヶ月を勉強してくれたわけなんですけれども、そうやって修了した、研修生たちは日本就職って見るとこの一番下の段見ていただきたいんですけれども、一番就職が決まらなかった時でも6割強で、一番決まった時はもう9割近くが日本への就職を決めていて、あと、まあ、ここが全部100になっているのはバングラデシュ国内なんかで仕事を見つけた人もう全部合わせるとっていうことの数字です。で、まあ、バングラデシュの現状に鑑みると、まあ、100% 就職が決まるっていうのはすごい数字であるっていうのは間違いないです。で、日本就職っていうことに関して見てみると、まあ、もちろん東京が一番多いわけですよね。で、その後に宮崎の就職が多くなっていて、普通に考えるとちょっと不思議な感じがしますけど、これは次のスライドでご紹介します。アラム先生のご発表の中にもちらっと触れられていましたけれども、宮崎バングラデシュモデルっていうものその枠組みの中で就職を果たした人たちの数です。で、次に北海道が多いのは、これはまあたまたまご縁があって、で最初の研修生が仕事でいい成果を出したっていうような本当に偶然が続いて数が増えていったというふうに聞いています。あとはまあ各地にポツポツと行っている、そんな感じです。でもう去年の9月時点で174人のバングラデシュのエンジニアが国内に日本にやってきていたというような、まあ、このコロナで随分帰っちゃったっていう話も聞いているので、これ今もう少し違う数字になってるかもしれませんけれども、それにしてもまあすごい数のエンジニアを日本に呼ぶことはできたと思います。で、彼らがどういう身分で来ているのかっていうと、まあ、例えばここの東京に直接就職が決まってっていう人は、技術、人文、知識、国際業務っていう在留資格でビザを取ってやってきています。で、宮崎バングラデシュで来日した場合にはまず宮崎大学に留学するっていう形を取りますので、そこで留学ビザで来日した後に就労ビザに切り替えるということをしているそうです。で、簡単に宮崎バングラデシュモデルについてお話をしますと、 BJ の枠組みを利用して、さらにこう宮崎の産学官が一体となって、まあ、バングラデシュの若者ICT 人材を宮崎に呼び込もうというような試みです。で、ごめんなさい。この当時は私自身も宮崎大学に所属をして、大学から JICA に出向しているという形で、この枠組みの中に参加をしていたわけなんですけれども、まあ、宮崎に限らず日本の地方都市っていうのは若者の人材流出が、まあ、大きな社会問題になってますよね。で、バングラデシュの方を逆に見てみると、若い世代っていうのが逆にこう人口が爆発的に増えている世代なので、その人たちの就職先がないっていうのが、まあ、社会問題になっていて、その両方をいっぺんに解決しようという試みのモデルです。で、ビジェット終了した研修生たちはこの後3ヶ月間宮崎大学に留学、短期留学をするという形をとって、この留学中に大学で日本語を学ぶだけではなくて、午後の時間とあと、まあ、特定の曜日にすでに就職が決まっている企業さんにインターンシップとしてインターンとして就労経験を積むっていうような3ヶ月を
設けています。まあ、その間に日本滞在に、まあ、日本での生活になれるっていうような意味合いもあるんですけれども、で3ヶ月でその留学が終了して、企業の方に就職するというような、そんなプログラムでした。あでしたね、プログラムですね。で、ちょっとこれは、第2期のラムザンさんというこの動画をインターネットの上で見ることができるんですけど、ちょっと時間があれなので、余ったらまた戻ってくることにして、今スキップさせていただきます。で、2点目の方に入りたいと思います。そんなビジェットで使った日本語教材なんですけれども、どんなものだったかっていうことですをご紹介したいと思います。で、教材はこちらのフォームからご覧いただけるようになっているそうです。で、今私はもうこのビジェットに全く関わっていなくて、別の方が管理をされているので、そこの詳細について私もちょっとよく把握をしていないということをちょっとあらかじめお断りさせていただきたいと思います。で、このフォームの中に、今、まあ、メインを担ってくれている私も一緒にお仕事をした現地の教員がこの教材の使い方についてベンガル語で紹介してくれている動画があるんですけれども、それについてもちょっと私は直接関わってないので、その点はご了承いただければと思います。じゃあ、教材の中身について見ていきたいと思いますけれども、この教材本当にこのプロジェクトのために手作りをしたというものなんですけれども、開発のプロセスについては次の説でお話をしたいと思います。で、ここではテキストの中身についてご紹介をします。まず、テキストの主人公はこのハサンさんという人を立てたんですけれども、このハサンさんはバングラデシュ人のエンジニアという設定で、まあ、このハサンさんを中心に、まあ、いろんなストーリーが展開されていくっていうような作りにしました。で、それはまあどういう意図があるかというと、研修生が追体験できるようなキャラクターですよね。まあ、もう自分もハサンさんになりきってこの物語を追体験していこうっていう気持ちにできるだけなってほしいという思いを込めて作っています。まあ、近い未来自分が遭遇するであろう場面とかを想像しながら勉強してもらいたいという意図がありました。で、この1課から5課まではバングラデシュのダッカで展開する場面で、ここで、まあ、設定としてはインターネットで面接を受けて日本の会社の就職が決まって、ここの6課からは日本、しかも具体的に宮崎に行って会社で働きながらいろんなトラブルにも遭遇しながら日本で生活していくっていうような場面設定にしています。で、テキストはこう13課の組み立てにして、でメインの教材の他に教材としてこういうものを用意しました。で、13巻にしたっていうのは特に深い意味があるというよりは、むしろもうこの枠が最初から決まっていて、ビジェットは13週でやります、毎週5日間やります、で時間割は6コマにして、そのうちの4コマが日本語に使っていい時間ですっていう枠が最初に与えられて、じゃあその枠にはまるような教育を立てるにはどうしたらいいかっていうので、まあ、テキストがそういう作りになってたら分かりやすいだろうっていう、ただそれだけの理由で13課作ったんですけれども、実際始めてみるとこう最初からレッスン1からバーッと13課までぶっ通しでやると、なかなかみんな息切れしちゃうっていうことが分かったので、実際にはこの間に1週間、まあ、中間試験を入れたり発表会を入れたりとかで、最後の週もそのよ同じようなことをする週にしたので、すごい皮肉なことなんですけれども、テキストこの全部きちんと扱えたっていうのがこのコロナ禍の最後のバッジだけだったんですね。
で、まあ、あのそれでちょっと分かったこともありますので、後ほどそちらについてはご紹介したいと思います。で、今日はそのテキストの中から第7課のユニット4っていうところをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。で、音声も手作りですが、あの聞き覚えのある声も入ってますので、ちょっと皆さん聞いてください。今日はこれから何をするんですか？今10時半ですね。金曜日ですからモスクに行こうと思います。え、ハサンさん、今は就業時間ですよ。勝手に出かけないでください。え、どうしてですか？ハサンさん、加藤さんの言う通りです。平日はやめて土曜日にお祈りに行ってください。どうして金曜日に行ってはいけないんですか？仕事の時間だからです。でもムスリムにとって金曜日のお祈りは1週間で一番大切なんです。どうしてもダメですか？仕方がないですね。じゃあ金曜日モスクから戻ってきてからその分残業してください。え、残業？あ、はい、わかりました。それからモスクに行く前に必ず私に言ってくださいね。ハサンさん、ほうれん草の連ですよ。連絡ですね。はい、わかりました。はい、全てのユニットこのような、本部があって、それに伴うそれに出てくる、まあ、新出語彙をあのリスト化したあの語彙のリストと文法解説と、あと本文のベンガル語訳をつけるっていうようなことをしています。もちろんあの作った当初、最初は、まあ、宮崎にいたのでベンガル語なんてもう一言もわからない段階でしたので、その時は英語の訳をつけてたんですけれども、もうあの現地に入って使ってみてこれはまずいって思ったので、2バッチ目からあの現地の教員に助けてもらって、というか、まあ、一緒にあのベンガル語訳をつけるっていう作業も最後までずっとあのアップデートしながらやっていきました。で、まあ、一言一句こだわりながらどういう訳をつけるとよりいいのかっていうようなことを常に考えてあの作ったものです。で、文法解説についても、まあ、どういう解説をする、ベンガル語ネイティブの人たちにとってどういう解説をするのがいいのかっていうのは常にこうあの現地の教員とディスカッションをしながらずっと作っていった、そういう教材です。で、評価なんですけれど、大きく分けると3つですね。毎日行うテスト、これはもう本当単語とかそういうものを前の日のものをちゃんと覚えているのかっていうようなテスト。で、あと毎週行う、まあ、1レッスンをテストするようなもの。で、あとはさっきあの後付け的にこういうのやった方がいいっていうことでつけた中間テスト、期末テストっていう、まあ、大きめのテスト。この3種類に分けることができると思いますけど、私たちが一番あの重要視してたのはここの部分で、毎週行うテストです。で、それはなぜ重要だったのかというと、あのいわゆる筆記の部分のテストに加えて、こういうふうなオーラルのテストとライティングのテストですね、これぐらいの分量のものを毎週あのテストとして出していたというようなところで、オーラルのテストの様子、ちょっと8期はZoom でやっていたので、その時の録画がちょうど残ってたので、それをご覧いただきたいと思います。先ほどのテキストのレッスンですね、それを終えた後のオーラルテストです。あ、ユフさん、どうしたんですか？すみません、ちょっと時間がありますか？はい、いいですよ。どうしたの？私は息子に行こうと思います。大丈夫ですか？今？昼ごはんを食べる前に、行こうと思います。でも就業時間ですよ。はい、でも、今日は金曜日です。うん、ムスリムにとって金曜日のお祈りは、金曜日のお祈りは、1週間で一番大切です。どうしても息子に、息子に行かなくてはいけません。
本当ですか？そこでお祈りしてもいいですよ。ダメですか？オフィス。もう一度お願いします。はい、オフィスのそこでお祈りしてもいいですよ。でも、金曜日のお祈りは、まあ、ムスリムの私たちは一緒に、息子にお祈りします。そうなんですか。でも、こういう感じで、テキスト丸覚えだと、まあ、乗り切れないような会話を、まあ、同じような場面ですけれども、その場面をってページしてロールプレイをするっていうようなテスト、毎週やっていました。で、ちょっと急ぎますけれども、こういうコースが成功したかどうかっていうのを測るためには、おそらく一つは顧客満足度ですよね。学習者のニーズが、満足が得られているのかっていうのと、もう一つは、まあ、私はあまり好きじゃないんですけれども、客観的なテストとかで測ってきちんと学習が身についているかっていうのを示すという2つが必要だと思うんですけれども、まずその顧客満足度ですが、満足度を毎回コースが終わった時にアンケートを調査していたんですが、その結果がこの左上のグラフです。で、5段階でいつも評定してもらっていて、でここが一番下が4なんですけども、一番まあ低い時で 4.4 で、まあ、極めて5に近いところまで、しかも理想的に右肩上がり、私たちもこう悪いところは改良しながらコースを回していったので、5にだんだん近づいていって、まあ、8はちょっとズームの授業になってしまったっていうような影響も若干あるかなっていうのを思って。まあ、5に限りなく近い数字になっていったということで、みんなにいいコースと思ってもらえたと思います。で、右下はちょっと直接は関係ないんですけども、興味深いデータとしてご紹介をしておきます。先ほどのアラム先生のご発表にも若干関係があるんですけれども、研修の前と後とで同じことを聞いたんですね。自分が日本語どれぐらい上手になりたいですかっていうのを研修の前に聞いたものが左で、研修の後に聞いたものが右です。で、まあ、注目したいのはこの一番上の水色の部分なんですけれども、この人たちは何と答えているかというと、初中級のレベル、すなわちまあこのコースが終わった時の日本語のレベルがこれなんですね。つまり、まあ、これ以上勉強したくないっていうふうに読み替えてもいいと思うんですけれども、そのいう答えが研修前にはほとんどなかったんだけれども、勉強してみたら、その数がまあ一定数いるっていうことで、まあ、彼らはエンジニアですし、先ほどのアラム先生のお話で言うと、道具的動機ってことですよね。なので、役割を果たしてしまったら、もういいやっていう人が、まあ、一定数必ずいるっていうのも、これは事実として私たちは受け止めなければいけないっていう、そういうデータなんじゃないかなと思います。で、こちらはまあテストの結果なんですけれども、左上は私たちが先ほどご紹介した内部でやっていたテストです。で、まあ、これも最初はすごいひどい点数を取ってた時もあるんですけれども、教え方もそうなんですけども、フォローの仕方を運営側が学んでいったっていうところが一番大きいんだと思いますけども、こちらが要求したものに対してこういうふうに勉強してこういう結果を出すっていうことを編集生がやってくれるような、まあ、仕組みがきちんと確立したっていうようなことだなと思います。で、市販のテストで JLPT は特に私たちは義務付けてなかったんですけれども、データとして持ってたものとしては JCAT ってオンラインで受験することができるテスト、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、詳しくはこちらのリンクからご覧ください。で、そういうものを全員義務ではないんですけども、かなり大半の研修生に受けてもらってた、その結果があるので、それをまとめてみると、まあ、これもだんだん終わりに近づくにつれて右肩上がりに結果を出していて、特にまあ最後の8バッジなんかは平均点で150を超えているので、まあ、いわゆる N4 は平均点でも越してるっていう
ような結果は出せたんじゃないかなと思います。で、それは、まあ、設計通りにコースが運営されれば、さっきご紹介しましたけれども、テキストの最後までなかなか行けなかったっていうのが、8期に限っては最後まで勉強できたっていうこともありますので、I4 レベルにも到達するっていうことは一応証明できたかなというふうに思ってます。で、先ほどのプランゴンさん、また登場しますけれども、彼にこのテキストについて聞いてみました。まあ、そこは先生たち誇り持ってもいいと思います、そこは。EZ を100点上げるとしたら、他の教科書は多分60、70もいかないかもしれないです。うん、そのどこに良かったというと、やっぱり多分、まあ、流れかな。その何か物語があって、あと単語も、文章も、あとは例えば動詞の形も、まあ、どんどんちょっともっと難しくなっていくの方が結構良かったですね。どんどんなんていうか、その簡単な、グラマーだけじゃなくて、文法だけじゃなくて、その文法をちゃんとどんどんステップアップしていく方が、まあ、それ良かったと思います。あとは、同じ文法の、まあ、いろんな使い方があって、その同じ文法のいろんな使い方、たくさんの、例で教えることが良かったと思います。うん、他の先生はちょっと、ついていってないと思いますよ。そのすぐその文法の例を教えてください言うと、超簡単な例言うだけで、まあ、どこにも載っている例ぐらいに言うと、まあ、やっぱりそのイメージがつかないですよね。言語というもののイメージがつかない、そのなんていうか使い方だけ分かって、でもイメージがつかないところがありました。でも別のところがちゃんとイメージがつくから、みんな、まあ、それが良かったと思います。というふうに、まあ、もちろん私に対してなので、ちょっと遠慮して褒めてくれてるんだとは思いますけれども、まあ、嬉しかったこととしては、こちらが意図したことをきちんと汲み取って学習もしてくれたんだなっていうことが分かった点です。で、その教材どうやって作ったのかっていうお話をここでしたいと思います。で、疑問はおそらく2つあって、なぜ既存の初級教科書を使わないのかっていうことと、あと もう1点、ビジネス日本語っていうことについて あると思います。1点目 その初級の教科書を使わないのかっていう理由については、3つキーワード、私が手がかりにしたキーワードがあって、それをちょっとここでご紹介しますけれども、専門日本語教育っていうことですね。それは専門日本語、まあ、彼らなんか まさにそうなんですけれども、それは言葉ができるようになるためのものではなくて、何事かをなすためにの何者かになるためのもの、まさしく そのようなものであるし、まあ、相互理解と相互信頼のための共通手段であるという、まあ、こういう先生方のご研究ですね。で、2点目は目的別日本語教育っていう考え方。これはもともと目的別英語教育っていう考え方が、まあ、随分古くからあって、それを手がかりに右側に書いているのが一般的に例えば先ほどのアラム先生の大学でされているような日本語教育をイメージしていただくといいと思いますけども、そういうものとは全くちょっと視点を変えなければいけない、学習者のニーズに合った目標設定とニーズとゴールに達成するための必要な項目を並べる、目的達成に対して必要性の高いものを優先するとか、必要とされるスキルとあと期間時間とも制約があるっていうようなそういう特徴を持ったものです。必要性の高いものを優先するっていうところでいくと、先ほどのプランゴンさんもやっぱり何かもうちょっとサジェストしてくれるとするとって言って、やっぱ漢字については一人でちょっと勉強しなくちゃいけなかったっていうようなことを話してくれるんですけれども、私たちはやっぱりそこに割く時間よりもっていうことでコミュニケーションに回したので、そういう部分は仕方がなく存在すると思います。で、あとはこの学習者主導なのか教師主導なのかっていうのはちょっと後でお話をしたいと思います。で、3点目なんですけども、近藤先生の考えをベースにしています。ビジネスコミュニケーションっていう
言葉を使ってらっしゃるんですけど、今までこうビジネス日本語っていうふうに言われることっていうのが多かったんですけども、その付きまとうイメージとして敬語とか日本語の勉強っていうふうにすごく狭い意味で捉えられることが多かったんだけれども、本当はそういうことではないっていうことをおっしゃってます。で、ここでの定義は日本語を媒介として仕事をする際に必要なコミュニケーションというふうに捉えることで、その教育の実践こそが、必要なんだというお考えです。で、もう今出てきたキーワードで、ビジネスと日本語教育っていうこと、一般的にはこう、たくさんの教材があるわけなんですけど、よくよく見てみると、初級の学習者用の教材っていうのは存在しなくて、中級からしかできないっていうふうな、ちょっと一般的な思われがあるんですけれども、それに対しても先行研究があって、相原先生という方がすでに2014年の論文の中で書いてらっしゃいます。ただ、進まない理由があって2点挙げてらっしゃって、教材不足という外的な要因と、あとは教師の不安に起因する内的な要因がある。で、それに対してそれぞれ先生はお答えを書いてらっしゃいますけれども、1点目についてはもう私たちは今回作ることにしたので、も問題なくて、2点目は問題として残ってしまった点ということが、を言うことができると思います。で、こういう先行研究があって、それに基づいて実際に作る作業に入るわけなんですけれども、私が実際に行ったのはニーズ調査です。実際に内容として何を盛り込むかっていうことで、アンケート調査をまず行いました。で、23名の方にお答えをいただいて、全員男性の方ではあったんですけれども、いろんな回答をいただいた中で、今日は本当に一部だけなんですけれども、ご紹介しています。で、一番大きな気づきとしては、より困難を感じるのは業務面においてではなくて生活面だっていうこと、その気づきは本当にこのアンケートをやってよかったなと思ったことです。どうしてもそのビジネス教材とか言うと、上司に対してこんな文章を書かなくてはいけないとか、こういう敬語を使わなくてはいけないっていう、今まで の既存のイメージがあったと思うんですけども、そういうものではどうやらなさそうだっていうことが明らかになりました。で、もう一つ行った調査としては、KJS っていう宮崎にある会社に1日潜入をさせていただいて、この彼らバングラデシュ人のエンジニアなんですけども、すでに就労してた彼らに1日密着させてもらうことで、どんな日本語を使ってるのかとか、どんな環境なのかっていうのを見せていただいたのと、あとは社内の日本人の方にもいろいろお話を伺って、誤解が生じた場面とか、ちょっと難しかった場面とか、いろいろな面白いエピソードを紹介してもらって、実際にもう会話のネタにしたようなものっていうのもいくつもあります。で、どういうふうにその場面を乗り越えたのかっていうことも共有してもらいました。結局気づきとしては、より困難を感じるのは業務面ではなくて生活面で、周囲との良好な人間関係を構築することによって、彼らは周囲に助けられながら困難を乗り切っているっていうような実態が明らかになったということです。で、すいません。またちょっとプランゴンさんの話です。見てたと、その後の、すべての日本語の教育っていうと、大きな間違いは他のところは、例えば、単語力を上げてくださいとか、漢字力を上げてくださいとか、そういった面が結構強いですね。BJET の方はなんか単語力じゃなくて言語力を上げていこうのイメージが結構強かったです。おお。もちろん単語わからないと言語力も上げられない。それはもちろんですけど、例えば1日か2日で、30個ぐらい、40個くらい単語だけ覚える。それ言うと、その単語を覚えるだけになっちゃってるから、多分1ヶ月とか2ヶ月後はもうそれは頭にいないです。もうその単語たちは。で、実際に、ビジェットと他のところに比べると、教えられた単語と一緒に、文章も一緒についてくるので、
はその単語そのものだけじゃなくて言語でどうやって使われているのか、そういったところが結構大きな違いと思います。こう、まあ、そこサジェーションとしては、うん、多分先生たちはもっと厳しくしてもよかったかもしれない。まあ、ペースよりもその、うん、教科書の、まあ、量を増やしたりとかですと思います、うんうんうん、はい、すいません、ちょっと今時計を見たらすごい時間になってたので、ちょっとあと駆け足でご紹介したいと思いますが、あの、まあ、工夫した点は常にお話をしたようにストーリー仕立てにしたようなことと、あの、まあ、コミュニケーションに特化した教科書であるということで、ただしっていうところにつながる話としては、コミュニカティブアプローチの言語学習観を背景に言語の持つ機能や概念を軸に文法を捉えているという点、そこにまあすごく注力をしたわけなんですけれども、ただしっていうことで最後の課題のところにちょっと話を続けたいと思います。すでにまあ先行研究で指摘されていますけれども、特にこの西口先生のご指摘ですね、ノーショナルアプローチに基づいて調べて教材を作成して、それを実際の教育現場に供すると構造中心の考え方を持つ教師の手にかかると、実際の教育実践は単に新たな種類の言語構造の指導となるっていうご指摘あるんですけれども、まあ、残念ながらこの問題っていうのは私が現地で直面していた一番大きな課題でした。これは、まあ、現地の教員だけではなくて日本人の教員にも全く同じことが言えて、なかなか同じ言語観を持つ教師っていうのに出会わずに、そもそも私が意図したような教材の使い方っていうのをコースとして実践するっていうのは非常に難しかったということがあります。で、まあ、どうしてもそこで壁となってくるのが、まあ、JLPT というものですね。これは本当に途上国での日本教育の経験は私初めてだったんですけども、ここまでその JLPT の力が大きいっていうのはすごくびっくりして、まあ、ここを目指してこそ日本語教育みたいな考え方をなかなか、まあ、先生方がお持ちの考え方を変えるのもすごく難しかったというか、まあ、変えることが全くできなかったんですが、結局JLPT が測ってるっていうのはここだけで、コミュニケーション能力というのはもっともっと他に測るべきというか、できるようにならなくてはいけないものがたくさんある、ほんの一部なわけですよね。なので逆に言うと、ここをゴールにしていたらこれが達成できるわけもなく、逆に言うとこれをゴールにしていたらここはその中に含まれているわけなので、本当は達成できるはずなんですよね。そっちの考え方になかなか先生方のを持っていくことが難しかったなっていうことがあります。で、まあ、これにヒントになる考え方として、ドゥルニエイっていう人がいて、この人たまたまハンガリー人の英語の先生なんですけれども、モチベーションの教育ですごく有名な方で、まあ、彼が言っている効果的な学習方法っていうのが、言語の本質に合った学習法で、言語習得の本質に合った学習法、個々の学習者にの特性に合った学習法を実践するっていうことが大切って言ってるんですけれども、これ実践するためには教師が、まあ、こういうあれですよね、言語に関する知識、言語習得に関する知識と、あと学習者心理に関する知識っていうのを持ち合わせていることが非常に重要になってきますけれども、これも先ほどのアラム先生のご発表と重なるところですが、こんなものをトレーニングして教師になっている例というのがもうほぼバングラデシュではないという実態があります。で、まあ、それはすごく必要なことですよね。ちょっとこのスライドスキップします、ごめんなさい。で、まあ、最後に最初にお見せしたこの絵なんですけれども、まあ、私たちはこういうことをしてしまっていませんかっていう意味を込めて描いた絵なんですね。要するに、まあ、何かすごく正しい考え方が一つあって、それを日本という国から世界のにこう持ってきてあげたいよみたいな態度でやっていないか
ていうことで、しかもあの JLPT を例にとると、あのさっきちょっとスキップしてしまったんですけど、プランゴンさんがすごく面白いことを言っていて、エンジニアとしてバングラデシュにいるときは日本すごいって思って先進国だと思っていたんだけれども、結局あの日本にやってきたら日本のその IT テクノロジーが非常に遅れてるっていうことに衝撃を受けたっていう話をしているわけです。でもちろんそれはフランゴンさんは IT エンジニアの文脈で言ってるんですけれども、日本語教育にも同じことは言えないかなって私は彼の話を聞いてすごくドキッとしたんですね。本当に最新の先進国として最新の研究の成果とかをきちんと、まあ、国際協力という形で、あのいわゆる途上国に私たちは提供しているのかっていうのは甚だ疑問です。それはきっとこういう態度で臨もうとするからなんですけれども、本当は私たちは、まあ、コミュニケーションをお互いにとって、で現地の研究の部分で 何か成果がもしかしてないかもしれないけれども、その他の部分でデータ的にあの得られるものなんかたくさんあって、先進国としてやるとすれば、こういういろんなところから上がってきたものを集約してまた還元していくっていうような、それがまあ本当の私たちの果たすべき役割なんじゃないかなというふうに私は思った次第です。すいません、ちょっと時間が本当に長くなってしまいましたが、これであの発表を終わらせていただこうと思います。ありがとうございました。はい、江口さんありがとうございました。はい、大変貴重なお話いただいたと思います。はい、せっかく今日のお話あのオマージュにしたあのいなくなっちゃった佐久間さんがあの休養で職でお帰りになったみたいで申し訳ありません。はい、それではですね、チャットボックスの方に質問も入っているようですが、とりあえずあの指定討論で吉田さんの方からあのお話をいただこうかなというふうに思います。じゃあ吉田さんお願いいたします。はい、あの皆さんこんにちは。あの私の方からあのちょっと問題提起をさせていただいて、その後すぐにあの皆さんの方にあのご発言いただきたいというふうに思っています。私はですね、あの、この学会の世話人で、あの、学会誌委員会の委員長をしています。で、まあ、あのその立場からですね、あの一つはこの旧例会とそれからあの学会誌との、まあよりあの有意義な関係づくりということで、お話しさせていただこうと思ったのとですね、それからあとはあの、まあ、日本にありがちと言っていいんでしょうかね、 あまりこう議論がこう盛んにならない、そういったことを打破できないかと、まあ、某あの自称先進国ではですね、あの議論をなるべくしないようにしようなんていう動きもあるようで、まあ、ちょっと困ったことだなというふうに思っている、ところなんですけれども、あのまずですね、あのこの学会学問をやるところだと思いますので、学問をやる場としてこの、研究例会もそうですし、それからあとはあの、学会誌の方も、捉えてほしいなというふうに思います。必ずあの、自分自身議論に加わるということですね。例えばあの、江口さんが、日本教育このままでいいのといえば、このままでいい、あるいはこのままでは良くない、なぜなら、というふうな、まあ、意見を持つ、まあ、頭にスイッチを入れてですね、あの自分でも考えてみる、あるいはあのご自身が、このプログラムでバングラデシュに派遣されていたとしたら、あの自分はどういうふうにやっただろうかというふうに想像してみる、まあ、視点を変える、みたいなことも有意義かなというふうに思います。あの学会誌の方はあの、まあ、研究論文それからディスカッションという、まあ、2つのカテゴリーの記事があの、載るんですけれども、あの研究というとですね、あの何かですね、あの今だとあの業績稼ぎというようなあの道具的動機だけを想像する、人もいるんです。してそういうことではありません。あの学問をしっかりとあのオープンな場でするという、その手段としての論文投稿があるわけですね。それからディスカッションとはまにあの市場ですけども、市場であの、
いろいろと意見を交わす、ということができるような、まあ、例えばインタビューが、載れば、それをですね、後で、論文などで研究で資料として引用できるようなものとして提示する、そんなことを考えています。今日もですね、そういった学会の在り方に、深く関わるような、発表だというふうに思います。ぜひこの後活発な、意見交換ができるように祈りたいと思います。私はそろそろこの辺で黙りたいと思いますけど、あとはよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは、質問がチャットボックスに入ってるところあるみたいですので、近藤さん、ちょっとお願いします。はい、はい、それでは、じゃあ、共有させていただきます。参加者の方からのご質問ということですね。一つですね、今、BJET の卒業生に日本語を教えてらっしゃる方からのご質問です。その学習者に純との出会いというテキストを見せてもらいましたが、今はバングラディッシュ人 ICT エンジニアのための日本語というテキストなのですね。今のテキストは前のものをある程度引き継いだものなのでしょうか、それとも全く新しく作り直したものなのでしょうか。またこのプログラムを終了した方に日本語教育を引き続き提供する場合はどのような支援をするのがいいでしょうかというご質問です。いかがでしょう、江口さん、いかがでしょうか。申し訳ないんですけれども、発表の中でも申し上げました通り、私は2020年の10月まででこのプロジェクトから関わりをやめていって、その後にどんな動きがあったのかっていうのはちょっと感知していないもので、そういうテキストが作られてるっていうのも全然知らなかったので、はい関係があった、その前にあったというふうに読み取れるんですけれど、じゃあ、ここはそういう意味じゃないのかな。はい。じゃあ、純との出会いというのはご存じないと。純との出会いというのはもう一家のタイトル。あ、じゃあ、その。ここを見た、ご覧になったのかな。見られたということなんですかね。はいはい。はい。終了した方への、引き続き提供する場合は何か思いつくような何かあれはございますでしょうか。何かアドバイスといいますか終わったような方々に対して、はい、あったらぜひお願いします。そうですね、その研修生がその終了後にどこにいて今後どうなるかによってまたおそらくケアの仕方って変わってくると思うんですけれども、例えばもし普通の日本語コースに入っちゃったみたいなことがあると、先ほど申し上げましたように、私たちはこの短期間で目標を達成するために枝葉を落とした部分というのが随分あるわけですよね。なのでもしも普通のコースに入って、もう一般的に JLPT をこう階段のようにもし受験しなさいということを強要するようなコースであれば、漢字がごそっと抜けてますとか、特定の文型の、まあ、パターン的な練習がうまくできないとかっていうようなことがあるかもしれないので、そういうケアをしていただく必要はあるかもしれません。ただまあ就労っていう目的で考えると、うまくいったパターンの研修生ではもちろんありますけれども、自立した学習者になっていればそれほどこうなんて言うんでしょう、べったりと何かを指導するっていうよりは、むしろサポートする、学習をサポートするっていうようなケアの仕方の方が私はまあ理想的なんじゃないかなとは思っています。はい、どうもありがとうございます。もう一つ今入りましたので、ちょっと今入れます。はい、BJET での教師の数や教師の質のようなものはいかがでしたでしょうか。
江口さんと同じような教育観を持つ同志はいたのでしょうか。教師用指導書などに盛り込んだ内容などをお話ししていただければと思いますということですが、はい、お願いいたします。これはなんか、まあ、非常にちょっと答えにくい質問ではありますけれども、最後にちょこっとお話ししたように、なかなか いらっしゃらなかったっていうのが実情です。で、こういう意図で作ったので、こういうふうにしてほしいっていうのはもちろん常々言うんですけれども、例えば分かりやすいところで言うと、教室の机の配置とかですよね。コミュニカティブな教室の実践ってなると、会議のイメージをしていただくのが一番分かりやすいと思いますけれども、会議でみんなが均等に意見を出せる人数のイメージで、均等に意見が行き渡るような机の配置みたいなことをもちろん提案するんですけれども、結局そうやって一生懸命私が現地のスタッフとこう教室を作り変えても、次の朝にはまたこのペタっていう教室型に戻っちゃっている。で、学習者の人数も私は、まあ、理想的には5、6人かなって思っていて、6人ぐらいだと、まあ、ペアも組みやすいし3人グループも組めるしいいかなって思うんですけれども、そんなに少ない必要はない、15人ぐらい大丈夫っていうようなことを言うわけですよね。で、15人で会議をした時にみんなが均等に本当に持ってる意見を出せるのかっていうと、おそらくそれはノーだと思うので、コミュニカティブっていう観点からすると そういうことはもういちいち議論しなくてもすぐ分かってもらえるんですけども、全く最後まで理解をなかなかしてもらえなかったっていうところは非常に苦しかったところですね。教材を作るプロセスでも実際に実労っていう意味ではなかなか協力を得られなかった部分もあります。はい、はい、どうもありがとうございました。まあ、よろしいですかね、ご質問された方、すみません。それでは、さらに、少しずつまたですね、次から次へと今入ってますので、せっかくですので、させていただきます。はい、学習者の言語も登場する二言語教材について、学習者からのフィードバックがあれば聞かせてください。まあ、先ほどですね、やはりモスクに、行きたいという、学生の登場、学生が登場するような教団もありましたが、それについての何かフィードバックがあったらということですが、いかがでしょう。ここで言ってる二言語教材ってあれですかね。これじゃないんですかね。学習者の言語も登場する二言語教材について。おそらくですけど、例えば日本語の教材だけれどもベンガル語でも解説。はい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 、あ、そっか、そういえばそうでしたね。なんか作られていたというお話でしたね。はい、さあいかがでしょうか。おそらくですけれども、これ言語の構造を見せるとかそういう話なんじゃないかなと思うんですけれども、私も、まあ、言語学をやる人間なので教材のどこかでそういうことがあると学習者に明示的な知識を与えるっていう意味で非常に参考になると思います。で、ただそれを、まあ、最初にパンと出してしまうと、特に言語を学習するためにやってきてないこのエンジニアの人たちなんかは、あ、なんか自分には関係のない難しそうな話とか、最初から吸収する気を失せさせてしまうようなところもあると思うので、私は今回これを作るときにはあえてそこはちょっとこう隠してというか、まあ、後ろに持ってきて、ただそこの部分は非常に重要なところだと思うので、別立てで解説っていう形ではつけてはいます。はい、はい、ありがとうございました。はい、まあ、二言語というか、その母語がある教材というのはちょっとよし悪しな部分っていうか、使い勝手としていい場合もあるし悪い場合もあると思うんですけれども、
今回 の, あの件についてはいい方が勝ってたと思われますか、それともちょっと使いづらかったなというようなところもありましたでしょうか。私はもう言語習得っていうことを考える上で母語っていうのは非常に重要というふうに考える立場の人間なので、中でもお話ししましたけど、最初は英語の訳をつけてたんですけども、それでは全く立ちが開かないっていうことに気がついて、ベンガル語訳をつけたんですね。で私はその時点では全くベンガル語の知識がなかったにもかかわらず、そういうのが必要だっていうふうに感じたわけなんですけれども、結局なんていうのかな、ベンガル語、日本語を教えてって日本語で考えさせるように持っていきましょうっていうのが、おそらく日本語教育で主流の考え方だと思うんですけれども、この彼らなんかは学習を始めて5週間ぐらいしか経ってない時にもう日本語で面接しなさいみたいな場面に遭遇するわけですよね。そうなると面接でチョコレートが好きですとかサッカーをしますとか、そういう話だけをするわけにはもちろんいかなくて、すごく抽象的な話にも行くわけですよね。でそういう抽象的な話を短期間でできるようになるっていう時に頼りになるのは母語なので、母語の力を最大限に利用するためにはどんな工夫が必要なのかっていうことを一生懸命考えました。で幸いにもベンガル語っていうのは私もちょっとかじってみて分かったんですけども、非常に言語の構造が日本語と似ているので、思考のパターンっていうのか、どういう順番で話すのかっていうようなことを変えずに話すことができるっていうことに気がついたので、逆に英語を挟んでしまうとすごく遠回りをしてしまうんですね。そういったことを防ぐっていう目的もありました。はい、どうもありがとうございました。さ、それでは、もう一つですね、ちょっと長いんですが、あ、宮崎大学の方、伊藤先生、いらしてなんですね、お久しぶりです、はい、今回、今日の江口先生のお話を伺って、それを改めて感じたところです。技術分野領域と比べて社会との関わり方に大きな違いがあるように感じましたということですね。で、JLPT にはいろいろ思うところはありますが、一つの能力資格、能力評価の方法であるだけだと思いますと。で問題の一つは、社会にまだ学習者に要求される能力を正しく評価する軸やメソッド、基盤が未整備であることで、そのために採用企業は指導する人で、JLPT を出口として、これは何ていうのかな、綴ることになるのではないでしょうか。はい。ICT は世界的に見て日本は遅れていますが、日本が先端を走る科学、技術科学の分野では、学術がその成果を社会実装することがゴールに明確に設定されていますと。日本語教育という学術分野が社会やニーズに合致した評価軸を社会に提供して、社会的に標準化し社会実装されることは今後あるのでしょうか。あ、なるほど、はい。いかがでしょうかということですが、これはまあなるんでしょうかというのはちょっと分からないと思いますけれども、今後あると、漠然とでも感じになりますでしょうか。じゃあよろしくお答え願います。はい、今後あるのでしょうかっていうのは、まあ、ここにいらっしゃる皆さん含め、まあ、私ももちろん中の人間ですけれども、どういうふうに考えてどういうふうに実行していくのかっていうことに、まあ、かかっていくんだと思います。で私は冒頭でご紹介いただきましたように、ハンガリー語教育を今実践していて、そっちに関わっている人間なので、言語教育を多分ここにいらっしゃる他の皆さんとは少し違う角度で見ているんだろうなっていうような部分がありますので、で今、まあ、日本語教育でも流行りだしたというか、まあ、私が今回この教材を作る礎にしたコミュニカティブっていう考え方、もともとそのヨーロッパでできた考え方なんですけれども、それをまあ日本語教育っていうのはちょっと
曲がった形っていうのがいい言い方か分かりませんけれども、本来そのヨーロッパで意図されたものと少し違うニュアンスで輸入されてませんかっていうのは一つ の提言ではあります。で、その伊藤先生のご意見の中で、そうですね、会社の方が JLPT を基準として求めるっていうような傾向があることに私はもう本当に違和感があって、要は、N2 を持っててくださいっていうことをよく企業の方はおっしゃるんですけども、結局いろいろお話ししてみると N2 が何かっていうのは全くご存知なくて、そういうふうにおっしゃってるっていうことなので、おそらくこういうことをまとめて言うとそれに代替するような物差しが出てきて、それがきちんとこう普及すればいいんですけれども、結局悪循環が起こっていて、JLPT がドンとあってみんながそれを目指すから、なんかなーなーでそれが存在し続けるっていうことが あるんですけれども、他の物差しっていうのは日本語教育でも全くないわけではなくて、いろいろオーラルを測るテストもある存在はするんだけれども、いろんなちょっと言いにくい事情も含めてなかなかそっちが普及していかないっていう事情がありますので、そのあたり私は個人的には変わっていってほしいなとは思っています。お答えになってるかどうか分かりませんけれども、そんなところです。ありがとうございます。はい、はい、皆さんが思われているというこういうような形で、先生の先ほどのご講演、すみません、喋ってよかったました。先ほどの講演でも、そういう形の話があったので、そうだなと思って聞きながら、ただ、どうしても我々大学とかで、人材の出口分野に関わってしまうと、外の人からは、いや、JLPT じゃいくつなんですかって聞かれて、いや、そうじゃないんですよって説明をしても、結局、社会的合意が得られてないっていうのがすごくもったいないと言いますか。そうですね。ただ、一つは、こういう方法で学習しても JLPT は取る必要があるのってなった時に、あ、取ればいいんでしょ、取るよって言って、プランゴンさんみたいにさらっと取ってくれれば、それがまあ一番丸く収まる方法かなとは思います。だから JLPT を受けるのがダメとかって言ってるわけじゃなくて、そこがゴールになっていることがおそらく問題なのかなっていうところですかね。ありがとうございます。はい、逆もあって、N2持ってるんだけど喋れない人もいて、そうですね、なんでだって逆に言われてしまうので、それも含めての、今後社会への認知を持ってほしいなと思うところです。すみません、余計なこと、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございました。それではちょっと拝見してみますと、はい、先ほどご質問のあったバングラ、すみません、BJET の卒業生を教えていらっしゃるという方の、ことにつきましては、ありがとうございましたということで、お礼が書かれております。それからはい、そうですね、はい、あ、そうですね、今の伊藤先生からのお返事がチャットの方には書かれております。今のところは、こちらで、チャットのお返事は終わりという、ご質問の方は終わりということになります。はい、じゃあ三原さんにお返しします。はい、ありがとうございました。他に直接マイクを通してご質問とかあればどうぞ自由におっしゃってください。大丈夫でしょうか。じゃあ最後にちょっといいですか、私。はい、まだあと5分ほどあります。1つだけ、実は僕は私もですね、外国人のに、日本、いわゆるビジネス日本語というのをやるたびにですね、思うんですけれども、本当は僕は日本人の方も努力して外国人の日本語を聞き取ろうとか理解しようとか、そういう動きがあってしかるべきだと思うんですね。で、いわば介護、例えば介護なんて言ったら純然たる日本の国内需要なわけですよ。
にもかかわらず何かね、あの外国人だけ日本語を勉強させろと、でそれがどうも気に入らない、あのなんそれがなんか間違えるとそれが気に入らないっていう感じのなんか世の中っていうのに私はすごい違和感をいつも持っていて、なんかなあっていうふうな気持ちを持ってます。でそれについてどうですかね、あの多分こういう組織的なところで仕事をされた江口さんであればいろいろな接点もあのいわゆる、日本人側との接点もあったと思うんですけれど、そういう点について何かあの感じたことってのはありませんでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。まさしくあの同じことを常に思ってました。こうそれこそあの5週間後に面接に来る人が英語がほぼ喋れないのに、なんか5週間のだけにこう一方的に要求して、しかも、まあ、それがこう高圧的な態度だったりすると本当に同じ日本人としてすごくがっかりするようなことも多かったですし、結局あの企業さんの方で受け入れがなかなかうまくいかないっていうケースがあるとか、うちの側の、まあ、もちろんその研修生の側が幼いからいろいろなあの問題が起こるというケースもありますけれども、その企業さんの方で受け入れの準備がないというケースも、まあ、かなりあるんじゃないかなというふうには思います。おそらくそのあの中学校とかの英語教育とかの話に関わってくると思うんですけども、その英語っていうその英語自体を教える以前に国際的なコミュニケーションみたいなところももっとあの義務教育の段階から取り入れていく必要とかも今後あるんだろうなっていうのは思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何かございますか。じゃあ私から一つ伺ってもいいですかね。あのニーズ調査をされたっていうお話の時にですね、あの、まあ、より困難を感じるのはその業務面ではなくて生活面だったと。であの良好な、まあ、人間関係を構築することによってその、まあ、困難を乗り越えていくことができるっていうような話があったと思うんですけれども、まあ、あの先ほどの、近藤さんとの話にもちょっと関係するとは思うんですけども、やっぱりそうするとその一方的にその外国籍の人にこう、求めるのではなくて、やっぱりその受け入れる日本人とその、まあ、両者が一緒になってその何ですかね、コミュニケーションを作るとか、何かその何ですかね、まあ、課題を乗り越えていくというようなことが一番まあ理想的かなと思うんですけども、まあ、そうした場合に江口さんの方でその、まあ、周りの日本人にこう期待することっていうか。配慮を求めることっていう、なんかそういうことってありますかね。すごい難しい問題ですね。あのそれが実現できたら本当に素晴らしいと思いますけれども、なかなかあの、あの、ね、自分の周りにいる人間だけ見てもこの人たちが急にその外国人を目の前にした時にそういうコミュニケーションができ、私たちは常に外国人が周りにいる環境ですので大体想像がついてコミュニケーションを取り持っているのも、なかなかまだそういう社会ではないですよね。でもあの迫ってくる危機というか、もう本当に人材も不足しているしっていうことを、なかなかあの日本の人たちは分かっていないのいろんなところもあって、これはどう解決していいのか私は全くあの分からないです。なんかそこがあの最初に問題提起された国際交流、国際協力としての日本教育っていうような話につながるのかなというふうにはちょっと思ったりしたんですけれど、はいはい、まあ、あの最後に示した絵みたいにやっぱり日本が上でみたいな価値観を持ってる人はまだまだあのいらっしゃると思うので、そういう人たちが一人でも少なくなって同じ目線でいろんな方と対話できるもの、あの関係が取れるっていうのは理想は理想ですよね、うん、ただまあそれをどうやって実現していくのかっていうのは、あの本当にお一人お一人の努力っていうこと以外にはなかなか
何かこう起爆剤的なことが見つかるといいんだけれども、思ってるぐらいです。すみません。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。はい、ちょうど時間になったかと思いますので、じゃあ、江口さんのお話は今日はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは、本日の、緊急例会の方これで、終わりたいと思います。先ほどもチャットの方に出しておりましたけども、アンケートですね、はい、の方をよろしくお願いいたします。はい、今日は本当にどうも皆さんありがとうございました。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。どうもお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうも。終わりました。お疲れ様でした。すごく良かったと思います。はい、ありがとうございました。どうもお二人の発表とも、はい、あとその後の質疑もすごく良かったと思います。